ど今日俺目玉焼き食べたわ。朝？朝。ああもうじゃあもうねこれをせざるを得ない日だったということですね。まあそうなんだよね。だからまあもともと卵は好きだったし。もうね卵みたいなね顔されてますしね、うん、本当に。色は違うけどじゃあね。色はね何でしたっけ中華料理。いやいやピータン。ピータン。ピータン色じゃねえし。やめとけよ。出なかったすっと。出なかった。すいません、ね。ついに来たよ。ついにね。いや待ちに待ったでしょ。いやお待たせしすぎましたよこれは。これさ有言実行しないといけないからさ。ね番組で発表しちゃったしね。しちゃった。1年前か。1年前ちょうどね。これね。これです。君イケメン出ましたついに。あ DP も変わってますね。変わってる。そもそもね知らない人もいますからこれ何みたいなね。これね超無敵クラスっていう番組ちょうど1年前かな、はい、日本テレビさんね日本テレビだよね、はい、取材受けてまああのうちの会社の紹介どんぐらい30分ぐらいね放送してもらったね。そうですね。めちゃめちゃ長々とね。そうだよね、うん、まあその中でまあおじゃすさんがガチャガチャの企画を考える。うん。そしたらねすごいセンスあったんだよ、ね、そうですね。これ出した瞬間やろうみたいな、ね、ちょっとね俺採用しようかなと思っちゃったぐらいだよね。就職ってこと。就職ちょっとね斡旋したいなと思ったんだけどうちの会社に。やめて斡旋とか、うん、それぐらい本当上手だったよね。アイディアマンでしたね。アイディアよかった。やっぱ角度が Z 世代っていうか、まあ、新しい世代の柔軟な発想。そうですね。やっぱおじさん方には考えない考えられない発想があったそこには。若者ですから、ね、若者だったからね。やっぱそこをちゃんと茶社長が引き出してあげたっていうね。よかったですね。そうついにね。ついにそうなんだよね。できましたよ。でももともと2種類だったんだけど茶社長もやりたいことをちょっと詰めて。最初は最初ねこれとこれこれですかね。これ2つ。はい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 。であと目玉焼きを入れて。はいはい、はい、うん。今回合計6種で展開するってことですね。いやすごいよこれ。おチャンスすごい。すごい。おめでとうございます。いや本当ナイスアイディアでしたよ。君イケメン。いい響きだよ。君イケメン。君イケメン。これめちゃくちゃいいよね。まずじゃあ最初おジャスがやったやつ韓国風塩顔イケメン。ああそう。あこれありましたね。そうそうそう、はいはいはい、で今回よくわかるかなこれ実際の生産品なんだけど半透明なんだよね。ああすごい。そうすごいですね。すごい美味しそう。でちゃんと自立こうやってするように、はい、牛を少し削ってんの。ああなるほどね、うん、いい感じになるようにね。でこれ NTV っていうねコピーライトも入れて。あ日本テレビ。そうあこうやってちゃんと置けるように。最初ねあの丸だったからこれ、まあ、どこ行くか分かんなかったんだけどちゃんと固定できるようにってことで今回工夫させてもらってってことで、ね、いいです ね、 ねやっぱイケメンは固定したいですからね。イケメンはね固定しよう。何残っちゃう。いやね固定した方がいい。固定した方がね確かにね、うん、イケメンは。で続いて醤油顔イケメン生卵。これこの透明感すごい。で今これ中性前で、はい、今かなり透明感強いんだけどもう少し極みのあるリアルな卵寄りにしてる。なるほどなるほど。でこれ今回ツヤ感とかっていうのをすごく工夫してこれ二段構造っていうか、上に透明な PVC で、はい、その中に入れてるから、はい、ああなるほどね。 なんて言ったらいいんだろうな。はめ込んでる。まあ上塗りしてるみたいな意味合いですよね。そうそう上にね一構造あるんだよ。 PVC のところに顔が入ってるってこと。なるほどなるほど。だから奥行きもあるし、はい、透明感もある。うん分かりますね。理想になってるよね、はい、見るとすごく分かる。ツヤ感がすごいんだから。うんこれすごいね。うんすごいんだよ。美味しそうでしょ。食べちゃいそう。トゥルンといけそう。トゥルンといけそう。トゥルンとね、うん、でこっからがちょっと新しいラインナップ。ちょっとこっちの方で考えてやったんだけど。いいですね、うん、でまずね砂糖顔イケメン。あ、いい顔してるわ、ね、ちょっと幼い感じで。はいはいはい、はい、で目がピカピカって光ってる。本当だ、うん、キラキラしてます ねで後ろがこういった感じで。おーいい、うん、これは美味しそう。美味しそうだよね。美味しそう。焼いてるんだよ焼き目が。横からも焼き目ちょっと見えるけどね。すごい。そうあ全然やっぱ生と違っていい感じっすね。いいでしょ。うんうんうん。ね、美味しそう。美味しそう。で続いてが生卵で爽やかイケメン。爽やかね。うん、いいね、透明感。あ、確かに爽やかな顔してますわ。爽やかだね。あの、テニスプレイヤーっぽい感じ。ああ、してます、してます。中学校とかね。あ、いいですね。うん。クールな感じですね。そう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 、はいはいはい。で、ワイルドだぜっていうね。すごいっすね、ここに。ここに。ワイルドでしょ。このラインがもうすごい。なかなかこれ昭和だよね。昭和ですね。昭和、もう江戸だね。すごい。すごいね。まあ、ラインナップ的にはちょっとね、ワイルドイケメンみたいな感じもいいかなと思ってね。はいはい、ちょっと悪い感じの、不良的な感じだね。これなんか横から見ると面白いですね。ね。ほんとちゃんと立体になってる。立体になってるからね。すげえリアルに作ってるから。うん。で、最後が、眼力強し、ソース顔イケメン。
一番やばいっしょ。いきなり名前みたいなの言いましたね。眼力強し、喪失が多いけど、これケツアゴ最高じゃないですか。そう、ケツアゴ作りたかったんだよやっぱさ、ちょっと面白くないケツアゴって外人のイケメンとかケツアゴ多いですからね。アゴでしょ。で、前がキリッとしてさ、濃い顔の喪失顔。あ、いいですね。これはちょっとね、一個作りたくて、個性が豊かえ、なんかこれどの顔が好きとかちょっと遊べそうっすよね。そうだね。チャレンジャー君はどの顔が好きですか。顔的には、なりたいのは俺やっぱ最近流行る韓国系。あ、韓国系なの。うん。で、これしかも今回、なんか番組でちょっとまた紹介していただけるみたいな。あ、ありがたいですね。ね、ほんと。番組とリアルは混ざり合うって感じですよね。そうだね。混ざり合ったね。ね、いや、なかなかないじゃないですか。ないよ。だってほんと番組で企画して、ほんと発売まで至るってものないからね。ないかもしんないっすね。ないないない。ガチャはないでしょ。うん。確かにないかも。ちゃんとロゴもあるからね、ほら。あ、超無敵クラスの。うん。へぇ。で、番組のあれでね、時間も変わったんだよね。時間も放送時間も変わってます。日曜日の12時45分から放送しております。あ、やっぱそうなのね。日本テレビで。うんうん。なんかこういう取り組みがね、またね、できればね、楽しいですね。そうだ、またね、取材来てほしいね。うんね。これアップすることによって、クーリアはチャラ、ちょろいぞと思われるんだよ。いや、チャラいぞってちょろいぞ。だいぶ違うぞ。そうだ。ちょっと顔見ながらからチャラいから。チャラいちゃった。ちょろいよ。ちょろい。ちょろいはよくない。結構、俺もシビアだからね。意外とね。意外とシビア。で、これね、1月発売。全6種、400円でこれ、こちら展開する予定なので、こちらぜひチェックしてみてください。はい。今日紹介させてもらったのは、君イケメンでした。